私の両手は左右が全く違う。右手の方が一回り大きくて太い。左手は傷だらけ。古い傷跡は50年以上経っているけど、それらの傷跡は私にとっては宝物なんです。傷だらけの手、油の染み込んだ手、この両手が総一郎の夢の証であった。1989年に総一郎はアメリカ自動車殿堂入りを果たす。子供の頃、ふるさとで初めてアメリカの自動車を見てから73年の歳月が経っていた。ガソリンの匂いが好きだった。エンジンの音が好きだった。そして何より自分の手で物を作ることが好きだった。幼い頃の夢を追いかけ、夢をその傷だらけの手で掴んだ男、本田宗一郎。失敗を恐れず前に進み、常に反省と努力を惜しまなかった男は、いつも周りの人々に感謝の気持ちを忘れることがなかった。本当にありがとうございました。ただありがとう、ありがとう。